Buset, buset. Terdapat karakter yang sedang menjalankan quest lain. Gak ada fightingnya dong kalau gini caranya. Ngel lagi. Ngel lagi. Ah, his. Ya sudah. Jadi kita ini dulu kali ya. Iya, ini dulu. Duh. Belahan dulu lah. Juga buka. Ganti dulu lah. Duh, masih ada. Kak Zhongli. Nah. Nah. Ini si Fenty ini tadi. Jalan dulu lah. Pak Jatima sempurnanya belum selesai itu tadi, ganjel, Cok. Yo, wes lah. Di sini dulu. Ini aku belum upgrade hero juga nih. Masih level 70. Halo. Nah, duitnya habis. Misinya Fenty nih, pergi ke suatu tempat di Archer Anemi. Oi, are mite miro yo. Ano ko, hitori da yo na. Demo dareka to hanashite ru. Hora, waratte ru zo. Oe, omae mo keiken aru no ka? Masaka imajinasinya ada di dalam pikirannya. Sekarang tidak begitu sering main bareng lagi. Hilang saat jadi dewasa, ya. Betul. のボードゲームを知ってるか？やあ旅人、奇遇だね。こんなところで会うなんて。原油野郎、どうしたお前が？ロドミシニャとバチャーズマスモナイプルズ面白いものを作ってくれてね。リサさんの面白いはなんだか嫌な予感がするぞ。まあまあ、レディーをそんな風に言わない。この面白いものを作るためにわざわざスメールから危険な材料を取り寄せてくれたんだからさ。今危険って言ったよな。その通り。モノクルに見えるけど探索機なんだ。でも残念ながらリサには使えない代物でね。なんでリサさんには使えないんだ？それは自由を愛する子供心が足りないというか、はたまた別の原因。今度彼女に聞いてみる。じゃあさ、銀よや、それはとにかくこれを君に貸してあげよう。これでノーラの空想の友達を。おお、見えるか？やっぱり君がつけると見えるんだね。おいらも見たいぞ。とにかくお前だけが頼りだ。他の人、花屋のフローラはふわふわしたイメージがあるよな。あ、すっばらき。彼女にも空想の友達がいると思うか？うわらあら。ganti story lagi, ganti story lagi。Terus ini belum bisa nih, Cuk. Harus apa coba ini? Apa airnya belum nyampe ya? Ya udahlah, berdoa. Hora.あれが彼女の空想の友達だよ。ふわふわした植物、ポンポンの実だね。
空想の友達って植物もありなのか。旅人さん、詩人さん、こんにちは。いいよ、フローラに何かご用？あれ、ポンポンちゃんが見えるの？他の人には見えないのに。ポンポンちゃんはフローラの大親友なの。小さい頃から一緒にいるんだ。ルー、なんだこのオイラだけな。フローラ、どうして君の友達はポンポン？ダメ、Apa tidak boleh dari dulu ingin berteman dengan tumbuhan yang bisa terbang? Karena saat di luar berangin, aku bisa terbang bersama temanku. Keren kan? So you, ある人から冒険の話を聞いて、その時にこういった植物があるって知ったの。その人は確か、Stanley. Stanley さん。Stanley さんは冒険者さんでね。Stanley adalah seorang petualang. すぐにベテラン冒険者だってわかる。すごい人だよ。Stanley の奇妙な冒険はモンドではすごく有名なの。Stanley さんは今城内にいるはずだから聞きたいことがあるなら。いいね。機会があったら行ってみるよ。You. フローラってやっぱ不思議な子だな。他の子たちにも聞いてみようか。そうだな。そうだ、場外の橋にいるあの子にも聞いてみよう。malah robot loh temennya。な、何？おや、意外だね。あの子の空想の友達、まさかの遺跡守衛？怖い。攻撃してこないよな。ティミーとの交流を諦めるかい？あ、何のことだ？本気か？わかった。また後で来よう。今は他を探索しよう。子供の心って自由だな。だからいろんな空想の友達がいるのか？自由の都に生まれたからには無限の想像力を持っていて当然だよ。じゃあ大人はどうだ？酒場の大人たちに聞いてみよう。belakang sini ternyata。ini di lakai ya。酒というのはやはり酒場で飲んだ方が楽しめるな。一人でも楽しく飲んでるじゃないか。そう冷たいこと言うなよ。ここで酔いつぶれない方がいいぞ。うん？まさか酔いつぶれたら人身売買にでも売られるのか？売られる？お前はよく物を売るじゃないか。父さんの旧宅だってお前が売ったんだろ？使えないものを手元に置いていても仕方ないだろう。なあ、あの花瓶も売ったのか？記憶にない。でもディルック様のご自宅には確か華やかな花瓶が置いてあったような。パンダプディラクネ、enggak ada orang dewasa、enggak ada。お前の言った通り、大人には空想の友達がいないんだな。やっぱり子供心が足りないからかな。大人になると夢のないやつになるのか。オイラは大人になりたくないな。そういえば少年少女の空想の友達は何歳までいるのかな。検証してみようか。マナラキニ、エリンはどうかな。あの年なら想像力が完全に消えるってことはないと思う。レポート、もし見えてなかったら嫌だな。dibacok loh. Oh, temennya Jen. Ayalane imajinasinya. Jen 団長だ。なんでここにいるんだ？まさか。空想の友達は騎士になるための努力か。でもその方向性は少し変だぞ。ん？こんにちは。私に何か？
ずっとここで剣の練習をしてるのか？ええ、今日スタンレイさんの冒険の話を聞いたんだけど、とてもすごくて今も心臓がドキドキしてるの。私もいつかスタンレイさんみたいなすごい人になりたいな。ジンと肩を並べて戦いたいからかい？もちろん騎士にだってなりたいわ。ジン様と一緒に冒険に行けたらもっと素晴らしいもの。エリンは本当にジン団長に憧れてるんだな。ありがとう。そうだ、栄誉騎士、せっかくだから剣術の練習に付き合ってほしいんだけど、どうすればこのクイたちを同時に破壊できるかな。hancurkan semua mereka kayu bersamaan。残念、壊すまでの感覚が飽きそう。だかん、どうすればこのクイたちを同時に破壊。そうやればよかったんだ、すごい。さあ、どうちゃ。ありがとう。やっぱり私まだまだみたいね。どういたしまして。でもエリンはもう十分すごいよ。ううん、練習で疲れを感じるのは半人前の証拠。でもいつかモンド全ての国に勝ってみせるんだ。頑張れ、きっとできると思うぞ。ありがとう。まずい、練習に夢中になりすぎて約束。栄誉騎士、ジャックに伝言頼めないかな。ジャックは私の友達で新米冒険者なの。今夜一緒に冒険の計画について話し合う約束をしてたんだけど、多分彼は今日スタンレイさんはモンドの有名人で人力会に行ったこと。うわ、本当にありがとう。Polosan tersembunyi selesai.